おはようございます。2010年8月3日火曜日6時5分が6時6分になっちゃいましたね。6時、ということでまだまだなんか暑いですよね。全然なんか夜も気温が下がらずに寝苦しい日が続いてるんですけども、ですね、ここ京丹波町はまた再び雨が全然降らない日々という感じで、参りますね。これだけ雨が降らないと本当にもうカラッカラになってて、農作物もかなり被害を受けつつある感じですけれども、さてニュースを見ていきたいと思います。まずはですね、このニュースから。113歳の、所在不明ということで、娘ここに住んでいないということで、この前111歳の男性の方がですね、亡くなって見つかったということなんですけども、それで今度杉並区の方で113歳の最高齢の女性が住んでるはずなのに行ったら、いや、ここには住んでませんよと同居してたはずの娘の人が言ったという話なんですけど、まあねえ、なかなかこう高齢者の方がこう どうなってるのっていうのがね、こう分からなくなってるっていうので、これちょっとね、なんか嫌な動きになりそうな気がしてですね、そのいろんなマスコミとかがそういうなんかこう高齢者の人を追いかけ倒すというかですね、なんかね、昔はその、高齢者の人というのをですね、発表してたんですけれども、まあ、個人情報保護とかいろんな話があって、その辺を発表しなくなったんですけども、逆にそれゆえにこういうことが起き始めた感じなのかなという気がします。でもそれを今度ですね、なんとなくマスコミあたりが追っかけ始めるんじゃないかなという気がしてて、嫌な方向に向かいそうです。さて、もう一つニュースをいきたいと思いますが、今度はこのテクノロジーの方のニュースから、これですね、1億3000万の円のドリル2000メートルの海底に脱落ということで、これ何のこっちゃっていうことなんですけども、地球深部探査船地球というのがありまして、でそれはですね、要は海の底のものごっつい深いところをですね調査するという、その地球のそのマグマだとか何だとかって、そんなところに迫ろうというので、こう掘削して海底のですねものすごい深いところで掘削をして、いろんな調査をしていくというのをやってるんですけども、そこでですね、ドリルの先っぽが落ちてしもたということなんですけれども、まあこれね、ある意味笑っちゃいけないけど、なんとなく笑っちゃえそうななんか感じのニュースなんですけども、まあこういうことをですね、まあただし繰り返してそのやることで本当にそのいろんなことが分かってくると、で、そのはやぶさくんの宇宙へ行ってですね帰ってくるというような、その宇宙っていうそののも一つのそのまだ未知の領域でいろんなことを調べてるところなんですけど、もう一つですね、やっぱり地球の内部っていうのもまだまだ分かってないことが多すぎてですね、いろんなその地球の内部構造とか言われてるんですけど、本当のところはどうなのよっていうのがまだ誰も見てないんですよね。でそういうのの調査とかこういうのは本当に非常に重要なもので、でこれまたね、わざわざ1億3000万のドリルを落としたとか言ってるんですけども、はっきり言ってね、こんなのねビビたる金額ですよ、1億3000万とかって。最近のですねハイビジョンのテレビカメラ1台分ぐらいなんですよ。1台2台そんなもんなんですよ、値段としてね。テレビ局のカメラ1台分2台分ぐらいの話で、こんなニュースにするなと、これぐらい笑ってしまえぐらいのことでないと、こういう科学技術なんて進歩しないんじゃないかなというふうに思います。ということで、もう6時10分を回りましたんで、今日はこんなところでということで、
本当にですね、まあ本当と暑い日々が続いてますんで、ぜひ体調に気をつけて、で8月もね、もう8月に入ったんで、まあ、今週なんかこの夏の一番暑い日になりそうだということなんで、ぜひ気をつけて、まあ元気でやっていきましょう。ではまた。